亀甲宇の里と岩国白蛇の館にやってまいりました。綺麗なプールがありますね。うわね、羽が短いんだって。だからその分泳ぎやすいんだけど空を飛ぶのは苦手、うん、で、宇の羽は水を弾かないから泳ぐのが得意なんだけど、その分陸に出たらたくさん乾かしてるんだって。さっきまでこいつ水の中で遊んでたから、乾かしてる今。乾いた？いっぱい乾かせよ。みきちゃん気持ちいいでしょね。ではまた錦帯橋付近まで帰ってきました。今度はこちら佐々木屋小次郎商店でございます。十割レンコンコロッケ1つとみたらし団子1本ください。450円になります。はい、じゃあ十割レンコンいただきます。すげえうまそうだ。おいしい。みたらし、おいしい。300円はちょっと高いなと思ったんだけどね、レンコンすりおろしてそれをコロッケにしてあるからめっちゃおいしいよ。レンコンとジャガイモとかじゃなくて、うん、全部レンコンという意味ね、うんうん、あーオールレンコンコロッケ、うん、よかったね、うん、一番小さくて一番高いソフトクリームを食べようかどうかということで迷ってるわけですね。山口レアチーズタルト、どう見ても一番小さくて一番高いんだけど、どう思われますか？食べたいんだったら食べたら。じゃあ食う。すっごい並んでるこれ。マジで一気にだね。武蔵と小次郎なんだ。あ、なるほど、うん、これライバル。知ってた？知らんかった。言われればそうだ、超ライバルやね。私もう一回武蔵食べたい気がするんだよな。買ってきました、山口レアチーズタルトです。最高級のソフトクリームですね。こちらがベリーベリーチーズケーキです。まるでサーティワンみたいな名前が。おう、うん、もうこれはチーズケーキだ。これ確かにレアチーズが味がする。めっちゃ高級な味がする。さすが高いだけある。2色ある。多分山口だからみかん系入ってる。下の方がまたうまい。ただのソフトクリームの入れ物ではない。タルトって書いてあった。これだけで食ってもいいぐらい。では第1回アイトナ杯水切り大会を行います。石切りっていうんだっけ、この水面を石がピュンピュンピュンって跳ねるやつね。やったことあります？やったことある。どれぐらいいきそう？ちょっと1回練習してみたら分かる。練習練習練習。1 2回投げて合計2です。1やん。1いきますよ。合計10 3。おお、すごい。私の最高記録は3でした。あっち投げたりこっち投げたりするとカメラが追いつきませんので、私ではコントロールできないんや、ね、なるほど。おお、なんか今2いった気がする。今最高記録2でした。はい、錦帯橋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてはですね、みかん鍋を食べたいなと思います。みかん鍋が食べれる、そしてテラス席のある道の駅、道の駅サザン瀬戸東和というね、島にある道の駅ですね。そこに行って名物みかん鍋をさあいただこうじゃないか、はい、50キロ1時間3分かかります。気をつけていきましょう。はい、サザン瀬戸東和、バカ混みっすね。島の道の駅なんてガラガラでしょうと思ったけど、めっちゃ混んでるやん。到着でございます。お疲れ様でした。道の駅サザン瀬戸東和、こんな広いとこですね。めちゃめちゃ混み合っております。ここにありそうではあるな。あ、テラス席があるな。とりあえずみかん鍋見てきて。我々はですね、みかん鍋を食べることができませんでした。テラス席みたいな、あの外に食事を持ち出すのもダメだって言われちゃったので、うん、それはしょうがないね。何がいい？全然分からへん。全然分からんけど、豚バラにピリ辛甘ソース、これこれ。こっちで行って、うん、分からへん。もうこれ一つと、クイーティウとサイモアン丼セット。あ、違うわ、サイチュル丼セット。豚肉の方ですね。そうですね、以上で。以上ですね、はい、1500円でございます、はい、全然辛くないと、ちょっと辛いんだと辛いって言っていいです。ちょっと辛い。はい、こちら焼きそばでございます、はい、ありがとう。焼きそばわけな分かんないけど、うん、お待たせしました。こちらがクイーティウとサイチャモアン丼です。分からへん、もう絶対分からへん。カンボジアラーメンと豚バラ丼みたいな、そんな感じですね。カンボジア料理って私初めて食べます。じゃあいただきます。これを食べに来たんですよ、わざわざ。なんちゃらかんちゃらです。クイーティウとサイチャモアン丼です。じゃあいただきます。なんかスパイシーな匂いがするね。辛さは辛くない、ちょっと辛い、辛い、すごく辛い、めちゃ辛いの中から選びますって言われたので、ちょっと辛いにしました。麺が白い。フォーってやつ。フォー、フォー。おー、豚丼はどんな味だったの？パンガーターメンみたいな味がする。ちょっと酸っぱいってこと？うん、そうそうそう。割と年配の人が多いからこういう料理は選ばないんだよ。だからなおさらお店の人は一生懸命だったよね。そうですね、カンボジアの人なのかな、本当に。こんな感じだったね、うん、
では我々はですね、ここから島へ渡ろうと思います。ここは道の駅サザン瀬戸東和の裏に来ていますが、モン様の足取りがなぜか重いです。食べたばっかりだからちょっとお腹がポンポン。ミキちゃんも来てます。可愛いでしょ。穏やか。やはり瀬戸内はええのと。鳥取の海は大迫力やったし、海が全然違うね。こっちはこっちで穏やかでいいなと思うし、向こうは向こうでかっこいいなと思うし。要するにやっぱり海が好きと。そうかな。目に見るとテンション上がるよね。まあ、そうですね。今回ずっと海見てるからね。ひたすら海やな。これはエンジェルロードじゃないですか。あ、本当だ。はい、この旅はですね、こうやってインスタ360-1RS360°1インチ版というすごい長い名前のカメラを使っております。撮影してる姿はこんな感じでございます。もちろんかっこよくやるんじゃないですかこれを使うとこんな映像が撮れたりします。やっぱり今干潮なんだね。ほらあそこの岩跡がついてるやん、うん、あそこまで海が来るんだ。ということは早く帰らないと帰れなくなるかもしれない。この砂浜だけちょっと色が白くて、両脇ちょっと濡れた感じがあるやんね。あ、本当だ。渡ってきました。感想。これすごいね。このこっちの海とこっちの海と道ができちゃってね。ではここで第2回水切り大会。今度海やで。多分10連ぐらい行くと思う。そうなの？頭が80年代のアイドルみたいな頭になってるけど。1。どこ行った自分で投げたもの見失った。びっくりしたわ。おお、 3.5 ぐらいいったね。すげえすげえ。やった。石選びから勝負は始まっている。おお、3ぐらいいったんじゃない。今目立て10 4。おお、いったいった。4ぐらい。第2回も私の優勝です。はい、道の駅サザン瀬戸東和さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。15時20分ですね。先に RV パークへ行こうと思います。明るいうちによってちゃんとね、説明を聞いておこうと思いますので、まず RV パークに行きます。はい、17キロ21分で到着予定です。ということで気をつけていきましょう。お願いします。瀬戸内のハワイって感じね。このヤシの木の感じ、リゾート地って感じです。こんにちは。すいません、RV パーク予約したんですが。RV パーク1周年記念で入浴券これプレゼントしてます。この時間内であれば何回入っていただいても。何回。あ、はい、ありがとうございます。これ良かったね。風呂がただ。はい、じゃあトイレチャレンジです。ここを開けて、ここを開けて、あー、すぐそこがさっきの受付のところに行きました、ね。うんうん、ここを取り抜けて正面ですね。ここがトイレになってると。まあ、普通です。これで建物の中にあるんだったらね、全然 OK ですね。私これ気になるんですけど、ポンカン缶詰どうしよう。レモンバター、桃バター、リンゴバター、さつまいもバター。リンゴバターは食ったことあるので。ないのはレモンと、レモンと桃とさつまいも。でも俺は桃のがいいかな。みかん、このみかんにしようかな。150円。すいません、これお願いします。何大会やってるんだろう。何でしょうね。もう終わっちゃったから分かんないな。現在駐車場はいっぱいでございます。何かの大会が行われていたと思われます。我々はレモンバターとデコポンの缶詰、そしてみかんを買いました。合計1070円でございます。はい、ではまず作戦会議ですね。はい、じゃあ RV パークのチェックインが済みましたので、まずスーパーに行きます。この綺麗な海を見ながらですね、スマのし、スマシーパーでしょ、島スーパー、島スーパー行こうと思います。ここから 8.6 キロ12分でございます。はい、気をつけていきましょう。お願いします。今日のスーパーはマルキューさんです。島の中にあるスーパーで、ちゃんとしたスーパーですね。お買い物行ってきましょう。てってってで、はい、これ中道場。なんか食べますね。4.4 粒。牛乳。はい、これいいよ。はい、ミキちゃんのお尻しか映ってませんけども、ミキちゃんの図はアルコールで拭いておきます。ピカピカ。今日のお風呂はグリーンステイ長浦さんの中にあるこちらの塩の湯さんです。大人500円なんですが、まあ、RV パーク利用者今1周年記念、無料のチケットがもらえたのでそれで行ってきます。はい、行ってきます。
はい、ただいみきおかえなさい。ただでお風呂に入らせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ普通かな。洗い場8ぐらい、浴槽が、まあ、区切られてて4つぐらい、サウナもあったね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ私はここで頭を乾かします。私もここで髪の毛乾かしました。銭湯で頭を乾かすことはやめました。ドライヤーって2分ぐらいでしょ使っても。私は10分ぐらい使うけど。じゃあ10分と2分で12分、まあ20分走れば回復するかな。何でしょう。1分ぐらい。まあ1分ぐらい乾いた。まあほぼ乾いてますね。早っ。それでは洗濯に行きたいと思います。ちょっとここは暗いですね。ポチッとつけまして、こちらで洗濯をしたいと思います。持ってきたジェルボール入れます。すごいね、最近の洗剤そんななんだね。200円ですね。3、40分後にまた私来ますね。それでは車中泊の準備を始めましょう。おう、おう。年を取ると右ももの裏が痛くなるようです。違う、なんかここに刺さってる感じが。刺さってるのは抜きなさいよ。でもさ、見ると何もないんやって。じゃあ刺さってないよ。でもなんか刺さってるような感覚がある。どうやって見たの。こうやって裏返して。何を裏返したの。このうどん。うどん。うどん。このズボン。不思議なこともあるもんですね。本日のご飯発表します。レタスサラダ定価です。ポテトサラダ、ジャンボ炭火火焼き。炭火火焼き。ジャンボ炭火焼き。炭火焼き。ジャンボ炭焼き。ジャンボ炭焼き。一つ待ってね。ジャンボ炭火焼き。炭火焼き。まあまあ話進めてくださいよ。鶏もも塩、今日唯一の半額です。イギリスパン半額です。カップヌードルお椀、こちらの売店で買ったレモンバター、これとこれがセットということですね。あとは適当につまむと。なぜかというと今日お腹空いてないぐらいな感じ。ブラジルのトクトクを食ったので。違うよ、カンボジア料理。カンボジアラーメンとカンボジア豚でも私は食べたのでということですね。じゃあまず焼き鳥をインですね。1分20秒。レタサラには玉ねぎドレッシングをかけます。ポテサラにはかけますか。ちょっとかけて。ちょっとかける。ポテサラにドレッシングをかける。なぜポテサラサンドみたいにしようかと思って。なるほどなるほど。おお、なるほどなるほど。蝶や梅酒ノンアルコール、アサヒドライゼロ。はい、お疲れでーす。でーす。いただきましょう。いただきます。こちらの RV パークの名前を置いてください。 RV パークグリーンステイ長浦。グリーンステイ長浦です。私はこのグリーンステイ長浦っていう施設がやっぱりねちょっと全然ピンとこないんですよね。お風呂があって宿泊するとこがある。さっと Google マップで調べると1万円ぐらいで一泊ですね。トレーラーハウスって書いてある。まあトレーラーハウスだけじゃないのかもしれないけども、宿泊施設の他に子供広場、芝広場があると。イメージ的にはキャンプ場に近いのかな。街中にあるホテルみたいなそんなのではないですね。どこか部活の人たちが来てテニス合宿をするとかそういう感じじゃない。ホテルじゃないしキャンプ場でもないけどもその中間ぐらいの感じですかね。ここの RV パークも駐車場2台使っていいですよっていう風になってて、椅子出したりとかサイドオーニング出していいですよっていう風になってるので、屋外で火を使ったりするのはダメだけど、でもコーヒーなどの湯沸かしなど卓上バーナー等で簡単な加熱は OK とします。1泊1台2000円、電源500円、ゴミ袋200円、お風呂は520円で、今回私たちは電源は申し込んでおりません。ゴミは今日含めて8日分溜まっておりますので2セットいただきました。だから400円ですね。他の RV パークゴミ袋45リットルのを500円だからね。でさらに今回は風呂がタダなので、例えば昨日なんかね1人820円払ってるんで、2人で1640円払ってるんで風呂がタダだと思えばもうそれだけで、まあ、ほとんどチャラ。利用可能数4台、4区画用意されております。一応気をつけなきゃいけないこととしては原則20時から8時は出入りができないなんですけども、本館に宿泊者がいる場合は23時から5時まで出入りができない。この宿泊者がいる場合っていうのがどの程度宿泊者がいるのかちょっと分かんないんでね、何とも言えないんですけども、ほとんどいるのかほとんどいないのか分かんない。ちなみに今日はいるそうです。ちなみに夜間はイノシシなど野生動物が出てきますので十分にお気をつけください。はい、そんなところでございました。ではお食事の後半戦いきたいと思います。ブルガリア飲むヨーグルトを買ってきました。どうぞ。これはねフィット大衆の味方みたいな感じですね。レモンバターやでね絶対うまいに決まっとる。なこれ、なんかジェルみたい、プルンプルン、プルンプルンしてプルンプルン、はい、ちょっとパン焼いてないですけどね、そのままいただいてみましょう。さっぱり食べやすい。またパンには目がない。なんか来ました、みきちゃん、ここ来て、ここパンの匂いがわかんの、みきちゃん
レモンバターうまいな。はいよ。でっかいね。トカチヨーグルトです。割とね、形が残るっていうか、こういうトロトロしたヨーグルトじゃないけど、砂糖が入ってるパターンでは一番好きなヨーグルトです。これほら、入れてみ。醤油は泳がしたのに、これはそんだけなの。うん、あーもうマジで今日はお腹いっぱい。量食べたよね。ソフトクリーム2個も食べたし。まだ飯終わってませんけど、何一人で終わったような空気出してる。何があるのまだ。ポンカンデコポン。おー、飲まないんだ。え、飲むのこれ。飲まないよね。え、いや、シロップ漬けだよ。子供の頃は飲んだけど、基本的に飲んだらあかんよね。え、飲まないんだとか言われて。乳装部入れておきます。缶詰の中のシロップを捨てなきゃいけないので。みかんの島、スオー大島のデコポン。あ、うん、固まったじゃんこれ。なんだろうね、デコポンって。割と大きいみかんです。デコポンとみかんの違いは分からないけど美味しい。ちょっとオレンジっぽい。みかんとオレンジの半々みたいな味じゃない。デコポンは上にデコがあるやつだね。だからデコポンって言うんだ。こんなしっかりデコがあるんだ。じゃあ私は洗濯物を取りに行ってきます。このこたつめちゃくちゃ効きます。運転を弱にして運転してるんですけども、それでもすぐ熱くなるんで、切ったりつけたりを繰り返してますね。こんな感じでくつろぎます。お、おかえり。はい、ま、あ、はいはい、私向こう行きますよ。そんだ、向こう。いいよ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 。皆さん、私の名誉のために申し上げますが、手伝ってはいけません。手を出すと怒られます。私はサボっているわけではありません。何もしない、これが一番でございます。そういうのあるよね。では本日のルートの発表いたします。本日は日曜日でございましたね。出発は道の駅ソレーレ周南でございました。ソレーレ周南から東へ行き、はい、今日は錦帯橋へ行きました。有名観光地だから行ってみたって感じなんですけども、意外に楽しかったですね。今度南下します。南下して南下して南下して周防大島に入りました。でそのまま向かったのが道の駅サザンセット東和に行って、みかん鍋を食べようと思ったんですけども食べれず、一応仕方なく食べたんですけども、ブラジル料理のトゥクトゥクだっけ、なんだっけ、カンボジア料理、カンボジア料理の、そこからは分からん、カンボジア料理のクイティウを食べました。あとはね、多少の移動はあったんですけども、今現在はこの辺りにおります。 RV パークグリーンステイ長浦におります。本日は147キロ、3時間57分の運転でございました。それでは本日のお布団式大会を始めたいと思います。よろしくお願いします。びっくりしたね。じゃあ私は今日は廃棄係ですので、ミキちゃん待てような。イエーイ。もう今日は洗濯物すごいことになっておりますね。視界が狭いっすわ。まあでもこれだけの洗濯物が干せるというのがすごい。本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。では本日のまとめをお願いいたします。錦帯橋と錦帯橋周辺はなかなか良い観光地でございました。ソフトクリームもまた他の食べたいので、またいかんといかん。なんかみかん鍋が食べれなかったのはちょっと残念。武蔵のところで瓦そばも食べてみたかったのよね。みかん鍋もいいなと思ってみかん鍋に移動して結局食べれず。そしてこちら RV パークもなかなかよろしいですね。では明日の目標お願いいたします。広島県入りします。で私厳島神社行ったことあるんだよね。まあ高校の修学旅行なので友達のことしか覚えていないというね。なのでまあもう一回目に焼き付けたいと思います。はい、では締めの言葉をお願いします。おやすみなさい。おやすみなさい。では寝る前にルーティンを行います。はい、まずミキちゃんのペットシーツを引いておきます。と多めに入れておきます。この P2000H が 76% になってますので、ちょっとこれを充電しておきましょう。夜のうちにサブバッテリーからポータブル電源に電気を移動しておきます。それからどんどん片っ端から照明の充電をしてみましょう。そんな感じで今日はもう寝ることにします。ではおやすみなさい。おはようございます。本日は中国一周9日目の朝でございます。時刻は8時14分でございます。ちょっと遅くなってしまいましたが、ミキちゃんのあれに行っていきたいと思います。いい時間、ね、ミキちゃんご飯に行きますか。てってってって、はい、右手がほとんど上がってませんけど、どうぞ。いいよ。よし。ミキちゃんの器はアルコールで拭いときます。ピカピカ。洗濯物の中からおはようございます。おはようございます。全国35人のリエモンファンの皆様、はい、お待たせいたしました。本日のおはよう現場の時間がやってまいりました。現場のリエモンさん、リエモンさん。はーい。
い。本日の現場の様子いかがでしょうか。本日はまあ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 ですね。昨日は70点。ちなみに平均点は20点ぐらいなんですよ。さあ本日の点数いかがでしょうか。では聞いてみましょう。本日の点数の発表をお願いいたします。32点。でてて。2日連続の高得点でございます。この度は調子が良さそうですね。あ、すいません。やっぱちょっと訂正していいですか。あ、どうぞ。はい。だいぶこう落ち込んでます。はい。では点数の発表をお願いいたします。5点でお願いします。5点。でてて。だいぶ減りました。ということでね、明日のリエモンファンの増減がちょっと気になるところでございます。以上で現場のリエモンでした。どうもありがとうございました。それでは本日のお布団畳み大会を本日のお布団畳み大会を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきちゃん、かわいちょ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 。ちょっと待ってくれ。早く早く。今日はまだ洗濯物を干してありますので換気扇を一日つけっぱなしにします。ノバイバーテリー買ってください。乾燥機の力が非常に弱かったということでかなり濡れております。昼間一生懸命洗濯物を乾かそうという日でございます。カメラの視界がこんななっちゃってるけどね。本当だね。じゃあ今から9日間のゴミをまとめたいと思います。9日間、普通ならゴミを2回出すと思います。どれだけのゴミが溜まってるでしょうか。オープン。デデン。はい、90リットル満タンでございます。燃えるゴミだけを入れますね。はい、どうですか。1週間生活してきたゴミですね。やっぱこれがね、車の中にあるっていうのはちょっと厳しいもんがあるんでね。そんな感じでHキャリアを便利に使っているという話でした。本日の朝飯は半額イギリスパン、残り1枚ですね。今1枚ずつ食べております。このレモンバターをつけていただいております。ミキちゃんもやってまいりました。この組み合わせとても美味しいですね。このイギリスパンもね、ほんのりフランスパンの食べ応えとこう風味が混じっててですね、非常に美味しいと思います。だからイギリスなのか、フランスと日本の中間みたいな、そんな感じなのか。なるほどね。さあ、年寄りになるとラジオ体操をやりたくなる気持ちが分かってきたね。私は分かりません。ゴミも捨ててチェックアウトしていきたいと思います。こちらチェックアウト12時までだったと思うので余裕です。はい、あ、すみません。はい、すみません、お願いします。ありがとうございます。はい、聞こえ全て終了ですね。昨日は夜だったので分からなかったんですけども、周防大島の綺麗な景色が見えます。はい、RV パークグリーンステイ長浦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では出発します。はい、現在10時17分、だいぶ遅くなってしまいました。物事一つしなかったですね。5時に1回トイレ行って次起きたのが8時だったというね。今日は厳島神社に行こうと思うんですけども、広島入りすることになると思います。はい、では気づけていきましょう。お願いします。さようなら、オレンジ色のガードレールよ。さあ、この橋が近況だと思います。来たー、あー、おー、来たー。橋を渡って広島県大竹市でございます。広島県に入りました。はい、山口県さん、どうもありがとうございました。広島県さん、どうぞよろしくお願いいたします。あっちの道のガードレールはオレンジだけど、こっちは白。ちょっと寂しいですね。寂しいね。だいぶ駐車場に苦労しましたが、ちょっと離れた駐車場に停めました。フェリー乗り場の近くの駐車場はもうダメでしたね。大渋滞だし、自分らの車もでかいんでね、渋滞抜けたとしてもちょっと止められない可能性があったので、この道路を挟んで北側、結構遠いところに停めましたね。フェリー乗り場を目指しましょう。はい、とにかく大渋滞ですね。ここ左に行くとフェリー乗り場なんですけど もう信号が青になっても全く動かないというね、そんな渋滞でございます。ちなみに今日は月曜日、平日の今昼過ぎぐらいですね。駐車場は至る所が満車になっております。この車がみんな多分駐車場を目指してるんだろうな。ターミナルに近づいてきました。お、電車ここまで入るんだ、すげえ。すいません、往復大人2人で720円。はいはい、はい、ありがとうございます。正面からフェリーがやってきてますね。あっちからも出てるし、ここ今降りてる最中だね。あ、降りながら乗ってるんだ。ちょっといいとこ撮りたいね。右前撮りたいね。右前の角撮りたいね。分かった、右前の角だよ。右前方進行方向、右前方角。はい、ではいよいよ乗船です。よし、じゃあ左の階段登ろう。よし、上行こう。で、右ってこっち、そっち左右。え、こっち、ここ、この辺でもう角から撮りましょうね。動き出しました。あ、行ってきます。
これやっぱ反転しないの？反転しないね。やっぱり進行方向の右端はあっちでしょ？うん、そうだった。私あそこに行こうとしてるんだけど、なんか引きます。知らなかったよ。一番ダメなとこ行っちゃったじゃん。俺すっかり反転するもんだと思ったもん。フェリーってこうやっての車が乗ってってこうやって出てくから、バックで出てこないから。なんでそう言わないの？乗る前に言ってくれないの？それは分かんないもんだって。まったくもう、我々は今一番悪いところにおります。じゃあ上陸、記念すべき上陸。あ、来ました。来ました、宮島上陸。大変混み合っておりますね。すごいね、これどこですね。やっと抜けました。ここ駅だけ見たら大都会だね。そうだね、むちゃむちゃ人がいるな。あ、ソフトクリーム食べたいな。そう、お昼ご飯まだだしね。すげえ流行っとる。いやすげえな、人がすげえ、うん、あ、何これ、おにぎりみたいな、ね、ペッタラポッタラ。美味しそう。穴子と牡蠣があるよ。これ牡蠣がいい。どこから来てくださったんですか？ありがとうございます。買ってきましたよ。はい、ただーす。おにぎりに醤油をつけて焼いて牡蠣を乗せてるみたいな、その感じかな。そうそうそう、めちゃめちゃ美味しいこれ。どんな感じですか？焼きおにぎりみたいかと思いきや、もうちょっとふんわりもちもちしてて、まあ、ご飯もちろん美味しいんだけど、牡蠣の磯の匂いがすごい、うん、わーって香って、もう牡蠣食べてるって感じ。では私も。牡蠣がクリーミー。うん、本当だ。割とご飯柔らかめだね。牡蠣久しぶりに食ったらうまい。まあ、ちょっともう一個食べたいけど、ちょっと別のにしよう。おー、だいぶ近づいてきたね。おー、見えてきた見えてきた。そっから降りてけばいいの？降りてけるね。降りてみようか。降りてみようか。うん。